オッケー。やっていこう。プレイ方法。目標。叫ばずに18分間ゲームをプレイすること。シンプルに聞こえますが、一筋縄ではいかないのがこのゲームの魅力です。プレイ中は移動している間だけ時間が経過し、脅かされるタイミングを予測不可能は？やっていこうぜ。Don't scream。うわ。あ、ちょっと無理かも。うわ！うわ！え？あ、もう今のであかんのか。そうだね。俺の普通の喋り声であかんかったらやばいよ。ちょっと。これぐらいでいける？あ、これぐらいでいけそうやな。まずはあっこに行けってことやな。多分。進んでる間だけ時間が経過するから、動かんと18分。ちょ、イライラしてきた。え？そっか、じゃあ、もうこれぐらいの声でいかなあかんな。オッケーオッケー。だから、俺がそんな喋ったらあかんねん。インタラクト。あ、えちょ、ごめん。あ、俺無理かもしれへん。もう、いや。だから、ちょっと声を出し続けると、あれだよ。来た時にそのまま声が大きく出ちゃう。ちょっと黙っといて、これ来るのは分かったから。けえへん。マジで。え？放棄事故かなんかかな。とりあえず前に進むがとかも正解よな、こういうのって。え、もう一分経ったで。え？風にしては揺れすぎる。ん？音聞こえる？こっちから音聞こえる。18分間で、何かをこれ解き明かさないといけないんか、もしかして。うん、あー、くそー！でも意外とまだ音にビビらせられてないんよな。いきなり何かが起きてビビってる俺が、勝手に。え、マジ厳しい、マジ厳しい。マジで厳しい、これ。泣きそう。せめて部屋の電気つけたかったな。か、これやな。オッケーオッケー。大丈夫。インタラクトした、これ。何か買ったんやな。え？あ、くそーイライラしてきた。え、今のであかんの。もう、イライラゲーやん、これ。もしかして。こいつら俺のさ、俺の絶叫知らんねん。俺がちゃんと絶叫したらどれぐらい超えてるか知らんねん、こいつ。青やから。絶対聞かなあかんのか。ああ、さっきはあれやね。うわっ！全身の毛が、そそり立った今。全部毛立った今。逆に言うと、今ので叫ばなければあれなんじゃない？進めるんじゃない次。絶対来るって分かってんやったら、大丈夫やから俺。やばくない？あんな叫ばん、無理じゃない？普通に考えて。全トラップ引っかかるってこんな俺。てかさ、こんなちゃんと作ってるゲームでさ、切り抜きが俺全然回ってけへんかってんけどさ、これ絶対あれやろ。切り抜き師が怖くて切り抜いてないやろ。絶対そうやわ。作れよ、ちゃんと。よし。あれ結構森じゃないね。普通に配送みたいなとこ来たな。上、水溜まりやってる。気持ち悪い。あぶねえ。あぶねえ、今の出かけた。ミンミン？シャナナ？あ、無理かもしれん、俺これ。ん？だってなんかいないとあれやん。なんかいないと、この音なれへんやん、今の。おるねえ。これ絶対脅かしてくるやん。一回耐えるわ。一回絶対耐える。ここで脅かされても俺は一回絶対耐える。二回目は知らんけど。一回は絶対耐える。飛行機が多分、やばいところに墜落しちゃって、で、乗客員が何かされてて、でもさ、こんなパンとか残ってるってことはさ、結構あれなんじゃない？最近までちゃんと営業してたんじゃない？俺さ、フォローあげ、ちょっとトイレは、トイレは、お久しぶりに今生唾飲み込んだ。さっきはね、これ消して、これが終わってから、これ開けたら、おったん。おったっていうか、振り向いたらおったん。だから、絶対おると思う。だから、これはね、メタ読みで、俺叫ばんからおっても。まだ叫んでない。叫んでない。迷っただけやん。なあ。近寄っただけやん。まだ俺開けてなかったって。で、さっきは、この右の扉に入って、あれを聞いたんよな。
で、毎回、このレコーダーを聞いて、聞き終わったら何かが出てくるっていう。次は、これを聞かずにあっこ行こうと思う。それでも出てきたら、この部屋は絶対出るってことで、出てきるから。行くよ。これ絶対昨晩から、これ。タイミングが違う。さっきとタイミングが違う。さっきあっこ行った瞬間出てきたやん。タイミングが違うのは無理やって。全部にビビってたあかんから、俺もう一回やるわ。次、ちゃんと出てきても俺絶対叫ばん。外に出たんやな。外に出て、やばい、叫ばん無理かも、これ。無理かも、これ、俺はちょっと、ほんまに無理かも。ほんまに無理かも、叫びたい。もう叫びたい、普通に、心は。ほら、叫んで、なんか、折れましたっつって終わりたい。でもさ、俺のこのライブ配信のさ、一覧の中でさ、ドントスクリームやっててさ、30分で終わった、アーカイブが残ってたらさ、格好悪くない？絶対このゲーム、初見で30分でクリアできるはずがない。ってことは、こいつ30分でこのゲーム、やめちゃったんや。って、バレるやん。すっげえ恥ずかしくない？それって。だから、根性で1時間はやる。再起動持ってください。違うやつおんな。俺の心とリンクしてないやつ一人おんねんけど。結局のところ何が正解な？いや、これ、この状態で森戻るの無理じゃない？わぁ！くそが、完全に油断した。これさ、もう一回目さ、もう反射でさ、やってるからさ、この、一回目の時何が襲ってきたんか俺見えてないんよ。二回目でちゃんと見るから、二回目もちゃんと怖いんよな、俺。多分合ってる、これ。ごめん、マジで怖い、マジで。おったな、これ大丈夫やった。大丈夫、見えてんねん、もう今。逆に近づいていこうぜ。十分も吹いたらあかんねんで。ああ。慣れてきたぞ、俺。慣れてきた。いけるわ。いける、このゲームクリアした、俺。やべ。うわぁ！あかん、クリアできへん、これ。ちょっと待って、もう一回。ラスト。わかった。あっちってことはわかった。あっちってことはわかったし、驚かし方がね、ワンパになってきたわ。今のは、ドレスの人に見とれてただけやから。でも、そのパターンももうわかった。だから、けえへん時も気張ってるし、おる時も気張ってる。クリアしたわ。あ、来てるんじゃない？なあくそ、あのオーバー無理やってもう無理やー。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ドントスクリーン。いや、できずということで。情けないな、ちょっと。情けないけど、ああいうのが一番怖いのかもしれへん。もしかしたら。じゃあ。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。おつ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 。